創立は1954年と、主なその事業形態としては歯磨きを中心として化粧品、まあ、その他に医療機器ですとか日用雑貨等を生産、まあ、研究開発をしているという会社でございまして、まあ、その事業の中でも中心になるものはやはり歯磨きの OEM 事業で、まあ、あの全体の社員の陣容としていたしましては、現在のところやっぱり340から350、特に工場なんかでも人を採用する、まあ、募集をかけたとしてもですね、非常に集まりにくい、人が集まらないっていうのは、うちとして結局作る製品があるのにラインが動かせない、で我々が OEM 製造が主力なので、製造できない、では事業が成立しないと。で人はですね、まあ、フレキシブルに稼働できる反面ですね、まあ、急な休みであったり、まあ、技術の差など悪い点がもちろんあります。なので人とロボットのいいところを取り入れたラインというものを、作ることが我々の目標だというふうに考えております。数年前にですね、ドイツのある企業へ訪問した時に、ユニバーサルロボットが至る所に、まあ、ライン上設置されたのを見て非常に衝撃を受けました。帰国後すぐに、会社へ提案してすぐに、スタートを切りました。業務用ロボットを使う上で一番重要になってくるのは操作性だというふうに考えております。業務用ロボットという性格上、現場の作業者が使いこなす必要があります。まずは我々が扱えること、他社と比較した際ですね、操作性が格段に優れているというふうに思っております。例えばそうですね、パソコンで言えば DOS と Windows くらいの違いがあるというふうに考えております。私どもの工場ではですね、一つのラインに対して少量で多品種の製品を作らなければいけないので、品種ごとの切り替えが必要になります。そこでですね、切り替えのたびにパーツ交換をしていると大変になってしまうので、パーツを最小限にするのが大きな課題でした。ロボットのハンド部を、自社で製造するようにしています。試作を含めて細かな修正がすぐに対応できるため、共同ロボットとの相性がとても良いと感じています。弊社ではですね、安全面の方にも配慮していまして、ジグ自体の中身を、中空にしたり、強度をわざと落とすことで、人ともしぶつかった時に、折れるように設計をしています。実動では3ヶ月ほどになっております。設計に1ヶ月、組み立ておよび設置に1ヶ月、でプログラミングで1ヶ月ですね。プログラミング自体は、今回が初めだったために少し時間がかかってしまったんですけども、これから、新しいものに導入する際には、少し慣れた部分もありますので、もう少し、期間を短縮することができると思っております。一つ小箱入れラインの方では2名今まで作業してきたものが1名プラスロボットでできるようになりました。でもう一つの外箱入れの方なんですけども、そちら1名が付きっきりで作業していたものが、まあ、ロボットに置き換えることによって、まあ、その1名が、まあ、手が空いて、まあ、資材供給であったり工程検査というものをできるようになりました。で通常ですね、うちのような業界ですと3年が目安、一つの目安になってくるかと思うんですけども、それ以下で十分に投資の方は回収可能だというふうに考えております。我々どうしても設備を買うと組み立てメーカーさんから、まあ、導入したもの設備がほとんどになるんですけども、そうするとどうしても我々の設備だという自覚が持てない、まあ、何か問題あった時その業者さんに直してもらおうというふうに考えてしまうんですけども、今回我々が作ることによってもう本当に我々の設備なんだというふうに思えるようになったことが一番大きなメリットだというふうに考えております。